All right, here we are. Once again, back to the plot.世界は回避することのできない不可侵の法則に支配されている。これが錬金術の真理です。自然が従来有機的に蘇生した生命を我々は結晶させて作り出します。本来これらには数百の物質の調合が不可欠な上、複雑な手順を間違いなく処する必要があります。幸いあなた方は魔法の実験設備の力を借りて、その作業を正確に一元管理できるのです。グリモワには我々の英知の結晶であるその設備を呼び出す魔法陣が書かれています。呼び出した設備でゴーレムやホムンクルスを作り出せるのですね。特にゴーレムは戦うために作られた命です。それ注意せねば自分もその炎に巻き込まれますよ。そして錬金術を行うときは悪魔に気を配りなさい。作られた命は神の定めによらないため、悪魔からはもろく御しやすく見えてしまうのです。もう一つ教えておきましょう。自然と不可思議の象徴である妖精たちは人工的な錬金術を苦手としています。錬金術の法則に当てはまらない物質はなく、たとえ妖精でも読み解けるからに他ありません。覚えておくといいでしょう。さあ来なさい。早速実験場を案内しよう。まただ霊たちが入り込んでいる。困った人です。あの方はもしかしてオパールネラ先生が。少し手伝ってもらえますか。これ以上設備を壊したくはありませんから。腕の見せ所ね。Space on this map, jeez.
り。注意してください。4,000, all right, that thing's chonky.
ここはやっぱり。ご命令ください。そうね。よく考えて。やりました。ですが気を抜いてはいけませんよ。創造主様。そうね。
ても新入生とは思えない。All right, I think moral of the story is unicorns are ridiculous. もう大丈夫みたいです、先生。ありがとう、リレク。素晴らしい腕前ですね。みんな、ご苦労様。先生に会いに来たんだわ。あの雰囲気は苦手なので隠れよう。やめることなどできません。ガンメル様とルジェ様で
極秘に進められていた計画ですよ。成功すれば今は眠らせているギムレットを完全に滅することができると話したでしょう。それがどれほど危険な方法かもお聞きしました。でもなぜ先生が。ルジェ様の一番の門下である私にしかできないのです。危険は承知していたことです。だから最後になるかもしれないからこうして彼に会いに来たというのでしょう。やめてください。そんな計画はやめればいいんです。ハイラム、落ち着きなさい。不測の事態で予定は少し早まりましたが、危険な状態のギムレットを放ってはおけません。あなたは自室に戻り、この話は忘れなさい。秘密は守れるでしょ。先生、僕は、どうしたらいいんだ。カルバトスの言ってたギムレットを始末したルジェの弟子ってホパールネラ先生のことだわ。でもバティドは先生がギムレットと相打ちになったと言ってたわ。止めた方がいいのかな。ギムレットが魔王討伐の時に眠らされたのなら今になって倒すのはなんでだろう。大体魔王の封印を解くのは誰。悪魔先生はうさんくさいけど。今日はあの夜から3日目。もうすぐ魔王の復活。まさかね。あら、リレじゃない。柱の陰で何をブツブツ言ってるんですの。Acquired four. Okay. Laboratory. Clairvoyance rage types 3. Jeez. Really inexpensive upgrades. の力では無理よ。オパールネラ先生の得意なのは降霊術。おそらく強力な霊が部屋を守っているはず。霊はあるべきところにあらざる。故に自然の摂理の体現者である精霊を恐れるのが常識です。そうね。
リレも習いましたでしょ? Hello, welcome to the stream. 実は私、前の夜にガンメル先生のところから貸し出し禁止のグリモアを内緒で借りてきたのです。ここに書いてある星の大精霊の魔法陣。二人でなら呼び出せるんじゃないですかしら。今オパールネラ先生は計画とかの準備で部屋を開けていますわ。チャンスじゃありません。早く早く、誰にも見つかっていませんわね。マルガリタ、あれを見て。きっと恐ろしい霊に違いないわ。あれはカロンよ。冥界への渡し船を操る死神の一種ですわ。でも夜明けを告げる明けの明星にどんな夜の住人もかないはしませんわ。さあ、先ほど渡したグリモアを早く開いて、星の大精霊モーニングスターを召喚よ。さあ行くわよ。Interesting, it uses ammo. I mean, I don't remember that being in the original game, but it's also been like 16 years. Alright, where's my money at? There's my money. そ
Ooh.
ここはやっぱり。ここはやっぱり夜明けとともに。
cancel that before it finished? Really? Coins are strong, man. すごい、すごいですわ、リレー。
ジンを私一人で試してみたときはあんまりうまくいきませんでしたのに、それよりなんだかまだ出てきそうな雰囲気を、早く魂の器を取っていきましょう。やったわ。誰だ、ここで何をしているんだ。君は確か新入生の。これはですね、どうしよう。マルガリタ、マルガリタ、どういうつもりだ。その手に持っているのが何か知っているのか。本当に面倒なことになりましたわ。しょうがありませんわね。お願い。なんだこれは。どうか、まさか殺したんじゃないでしょうね。お嬢様の言いつけ通り毒は弱めてございます。しばらく起きられはしないでしょうが。はあ、眠るだけね。よかったですわ。そんな甘いことでは失敗なさいますぞ。お嬢様、魂の器を早く封印を解かねば。封印を、どうして。マルガリタ、ごめんなさいね。リレ、本当にごめんなさい。私カルバドス様の仲間なの。あの方の魂を助け出すためにこの塔に残されたのですわ。いいえ、それでもダメ。封印を解けばあなたも殺されてしまうわ。殺しましょう。この者らを救いたいなどと言っているから、魔王様の不況を買うのです。そんなのダメよ。やめて、やめてちょうだい。ごめんなさい、リレ。私、死ぬのが怖い。封印を解かないと村に戻されて火あぶりになるの。ムズムズしている時間はありませんよ。早くあの部屋へ。もう一つ許して、リレ。あなたのお部屋、少し散らかしちゃうわ。シャーリー、彼女を眠らせて。ダメ、マルガリ。
起きるんだ君、大丈夫か。寒い。ここは目が覚めたか。どうやら僕たちは随分ここで倒れていたようだ。とにかくマルガリタと君のことは先生方に伝える。何をする気だったのか話すんだ。マルガリタから早く魂の器を取り返さないと。あの子封印を解くって。なんてことだ。先生にすぐ報告しないと。オパールネラ先生は結局この部屋へ戻ってこられなかった。ガンメル先生のところへ行こう。オパールネラ先生もいるはず。当時どこも魔法陣だらけだわ。前の5日目と同じ結末になるの。カルバドスの封印が解けて今来た道にも何やらいますね。気配がする。仕方ない。戦って道をうがつしかないような。私がしっかりしなくっちゃ。よく考えて。気をつけるんだ。周りは敵だらけだぞ。ここはやっぱり。はい、なんでしょう。Ouch.
僕も負けてられない。
えて。罪深きものスカルメイジ、どいつをやればいい。どうしよう。地獄の外は久しぶり。本当に生徒なのか。死なせてもらおう。地獄の外は久しぶりだ。いくつしていたのだろう。地獄の外は久しぶりだ。どいつをやればいい。私はもうボロボロだ。ドラゴンが生まれたわ。倒しちゃって。地獄の外は久しぶりだ。どいつをやればいい。ここ
く考えて。カロンだわ。どいつをやればいい。ここはやっぱり声に応えて。ここはやっぱり。Oh, those new AoEs. Ouch.
can't make golems yet, huh? I had dragons there. ここはやっぱり。頑張って。姿勢を違います。よく考えて。
めて傷を癒しますから。次の手勢が押し寄せてきますよ。それは放置して逃げた方がいいでしょうね。助けてください、アドボカート先生。悪魔に助けを求めるようじゃ世も末でしょう。雲の上のあの人にでも祈ってはいかがです。本性を表したな、悪魔め。さあ先生と来なさい。あなたはこちらですよ。どうかしたのですか、リレブラウ。どうしてハイラムさんを見殺しに。無償で助けてあげたのに失礼ですね。あの青年もどちらにせよ助からないんですよ。まさかみんなは。ああ死んでしまいましたよ。とても残念です。でもカルバドスがやったのではありません。悪魔、なぜ助けてくれないの。その名の通り悪魔ですから。ひどいと言われましても困りますね。話せ、ギムレット。私はまだ終わってはいない。賢者の意志さえ取り戻せば、ま、カルバドス、お前の命はついえ、契約は終わった。この堕落した魂は働きに見合う対価としていただく。助けられたな、メフィストフェレス。あの女の計画をぶち壊したのはお前だろう。その名は有名になりすぎたのでやめたんですよ。今はアドボカートと名乗っています。それと勘違いしていますね。悪魔同士が仲良く手を取り合っても面白くもないでしょ。オパールネラは勝手に失敗したんです。ガンベルがこの娘の話を聞いて準備を早めたせいで魔法陣は完全ではなかった。そもそもあんな出来損ないの魔法では成功したところで共倒れでしょうがね。愚かしいな、悪魔を完全に滅する魔法だと。世界から全ての汚れをなくそうとでも言うのか。ガンベルトラスク、賭けは私の負けです。あなたは最後まで私を頼りはしなかった。話しかけてももう聞こえてはおらんぞ。この忌々しい G はもはや私の支配下にある。我が力が完全に戻るまで老いぼれた肉体をよりしろとして食い潰してくれよ。何にせよお前が敵に回らないで助かったわ。望み通りにその娘は最後に残した。だがもういいのだろう。私がその娘を喰らうのに文句はあるまいな。助けて、お願い。もちろんお好きにしたらいいでしょう。でもそろそろ鐘が鳴る頃ですよ。ほら、鐘が何だというんだ。リレブラ、よく考えるのです。いいですか、戻ってどうするのか。よく、アルファカート先生。教えて、私がこの塔にいつやってきたのか。今日来たばっかりじゃないか。寝ぼけてるのか。しっかりしてくれよ。また戻ったんだわ。5日目の夜の鐘が鳴る時とこの最初の夜がまるでつながっているみたい。
その調子じゃ先生の言いつけも忘れているだろう。この塔では夜に恐ろしい魔女の霊が廊下を歩き回る。あれ？知ってたの？誰から聞いたのさ。誰だ？こんな自分に。怖い魔女の霊かな。はあ、ひどい目に遭いましたわ。魔女の霊にもう少しで見つかるところでした。マルガリタ、あなたどうしたのです？怖い顔して。あ、ううん、何でも何でもないの。気配が消えましたぞ。魔女はもう行ったようです。本当に？じゃあ行きましょう。突然ごめんね、リレー。助かりましたわ。月も出てないのに散歩もないだろう。一体何考えてんだか。彼女を問い詰めても解決にはならないわ。考えるのよ、アドボカート先生の言うように。ガンメル先生とオパールネラ先生に相談すれば悪魔を倒す計画が早まってまた失敗しちゃう。アドボカート先生はみんなを助けてはくれないみたいだし、よくわからないわ。シャルトリューズ先生に相談してみよう。ギムレットについて何かわかるかもしれない。リレー、なんか変だぞお前。ベッドはあっちだ。邪魔しないからもう休め。